あ、この感じ。例のものは持ってきたか？ええ、バッチリよ。あの子たちは。僕もちゃんと持ってきたよ。じゃあ宝物発表会始めようぜ。じゃあ私から。じゃーん。私の宝物はピンク色の羽ペン。遠くの島に住んでる親戚のおばさんからもらったの。珍しい鳥の羽なんだって。わあ、とっても可愛らしいね。すげえな、珍しい鳥ってあたりが宝物って感じする。じゃあ次は俺な。俺の宝物はこれ。これってマントにつけるブローチ？正解！俺、これ集めるのが趣味でさ。すごい！見せて見せて。高そうだね。そんなことねえぜ。どれもいつももらってるお小遣いで買えるくらいだって。でもでも、こんなに金ピカで綺麗だし、立派な宝物だよ。だろう？な、エリックの宝物は？宝石？それとも珍しいコレクションか？僕のは、その…あ、どうしたのじゃ？ごめん、実は宝物まだ見つけられてなくて、今探してるところなんだ。ええー、だってさっき持ってきたって言ったじゃん。ごめん、あれは嘘。ちょっと言い出しづらくて。なんだ、つまんねえな。エリックはさ、この中のブローチでどれが欲しい？え？欲しい？だって、こんなにいっぱいあるんだよ。一個くらいもらったってバレっこないよ。何を言い出すのじゃ！そうだね。ちょうどいいや。この中の一つを僕の宝物にしようっと。何をしておる！やめるんじゃ！間に合わなかったか。大成功。そなたたち、かようなふざけた幻を見せたこと許さんぞ。あ、消えた。どこじゃ、姿を見せ。やーい、やーい、取れるもんなら取ってみろ。そこじゃない。返せよ、俺の大事なブローチなんだぞ。嫌だね、絶対に返してなんかやるもんか。何をしておる。ブーだ。待つのじゃ。
この空間では道もあべこべじゃ。捕まえるにはどうしたらよいものか。あれ、ここどこだろう。そなたは、うわ、待つのじゃ。一体どこから現れたのじゃ。そこをどくのじゃ。トゲトゲの拳を我に向けるでない。言っても無駄じゃな。困ったの。これでは追いかけるどころか一歩も動くことすら。ん？そうじゃ、その手があるではないか。入れよ、百花繚乱。まだじゃ、まだ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 。うわ、これでしまいじゃの。さて、家に帰ろうぞ。皆が血眼になってそなたのことを探しておる。嫌だって言っただろ。僕はここにいるんだ。これこれ、そう憤るでない。おっとりしたそなたはどこへ行ってしまったのじゃ。怒りで我を忘れてはならぬぞ。僕はもう前の僕とは違う。もういいこぶって我慢なんてしない。好き勝手生きてやるんだ。だから人のものを取ってよいと申すか。そのようなことをしてそなたの心は満たされるのかの。当たり前だろ。離して。これ、逃げるでない。あ、それ。やはりそれはそなたにとって大切な人形だったのじゃな。違う、こんなしょぼい人形が宝物なわけがない。宝物ってのは高級なアクセサリーや珍しい小物のことを言うんだ。宝物じゃと？なるほど、そういうことじゃったか。先ほどそなたは宝物がまだ見つからないと申しておったが。あれは嘘だったのじゃろ。嘘じゃない。だって僕には。そなたはこれを宝物として友達に見せるために持ってきたのじゃ。しかし友達の宝物を見て自信をなくしてしまったのではないかの。だったら何なんだよ。我にはな、
これがどうして宝物なのか、わかる気がしてのう。橋が欠けておるのは、これでたくさん遊んだから。塗料が剥げておるのは、手が汗ばむほどずっと握りしめていたから。本当に大事なものでなければ、そんなことはせぬ。どうやら両親はまだ残っていたようじゃな。このまま心を開くことができれば、手荒な真似はせずとも、煩悩を払うことができるかもしれぬ。この人形は誰からもらったのじゃ？我に教えてくれないかの？お母さんだよ。うむうむ。エリックはお母さんのことが好きなのかの？うん。僕、お父さんいなくて。お母さんは一人で僕を育ててくれてるんだ。そうじゃったか。自慢のお母さんじゃの。けど、お母さんはいつもお仕事で、夜にならないと帰ってこない。友達のお母さんはずっと家にいるのに。それは寂しいの。寂しいなんて言っちゃダメなんだよ。お母さんは頑張ってる。僕よりもたくさん頑張ってる。だから僕はお母さんを守れるような強くてかっこいい騎士にならなきゃ。そうやってずっと心の中で我慢してきたんじゃな。寂しさはそう簡単には紛れぬ。泣いても拗ねても寂しいものは寂しいものじゃ。あ、何するんだよ。そなたがいい子じゃからよしよししたんじゃ。やめてよ、恥ずかしいな。素直じゃないの。ほれ、そなたたちも。あ、ちょ、あ、やめ。モフモフしてて可愛らしいじゃろ。ギュッとするとな、ポカポカ暖かくて気持ちよいのじゃ。あったかい。癒されるじゃろ。我もな、幼き頃から親元を離れて暮らしていたんじゃ。そなたを見ていると家を出た頃の気持ちが思い出されてのう。お姉さんも一人ぼっちだったの？一人ではなかったんじゃが、家族にはなかなか会えなかったの。じゃから我も父と母からもらった手紙を何べんも何べんも読み返して、しわくちゃにしてしまったことがあったんじゃ。ちょうどそなたの大切な人形のように。そっか、お姉さんも僕と同じだったんだね。お姉さんはもう寂しくないの？我には大切な仲間がたくさんできたからの。彼らのことを思うとな、胸がポカポカしてきて寂しさも薄らいでいくのじゃ。そういう仲間がいるって羨ましいな。ふむ、
我の見立てじゃと、そなたにもすでにそのような仲間がおると思うがの。え村に帰ったらわかるはずじゃ。落ち着いたようじゃな。安心して煩悩も大方払えたじゃろ。帰りたい。うむ、そろそろここを出発しようかの。帰ったらお母さんに寂しかったと正直に話すのじゃ。うん、そうする。逃さない。手出しはさせぬ。変身した。エリックは下がっておれ。人の心を惑わし、無垢な思いを汚そうとしたそなたたちを我は許しはせん。いざ尋常に勝負じゃ。大丈夫じゃ。しかし出口は閉じてしまったようじゃの。ごめんなさい、僕が転ばなければ。これこれ、泣くでない。そなたはお母さんを守れる騎士になるのじゃろう。うん、安心せ、きっと他の場所にも出口はあるはずじゃ。困ったの。煩悩に侵されない限り我らはここから永遠に出してもらえないのやもしれぬ。そうじゃの、諦めたらしまいじゃの。しかし本当にどうすれば。エリック、返事して。お母さんの声だ。お母さん、お母さん。エリック、どこにいるの。ここだよ、お母さん。あそこに何かあるぞ。これは空間の裂け目じゃ。どうしよう、これじゃ通れない。我に考えがある。そなたは少し離れておれ。
ふかふかだったのでな。よかったやっと出られたね。うむ、エリック、お母さん。あれ、お母さん、お仕事は？そんなことは気にしなくていいの。本当に心配したんだから。ごめんなさい。お母さんに会えてよかったの。エリック、このお姉さんは？僕を助けてくれたお姉さんだよ。僕が落とした人形も拾ってくれたんだ。そうだったんですか。本当にありがとうございました。ほれ、お母さんに言いたいことがあるのじゃろ。お仕事が忙しいのは分かってる。たまに帰りが僕が寝た後になっちゃうのもしょうがないけど、嬉しいことや悲しいこと、もっといっぱい話したいんだ。お母さんに聞いてほしいんだ。そう、寂しい思いをさせてごめんね。エリックがお利口さんだから、お母さんエリックに甘えちゃってた。こうするのはどうじゃろう。話したいことがあるときは手紙を出すんじゃ。家の中で文通をするってこと？うむ、どうかの。とても楽しいと思うぞ。いいね、やろうよお母さん。そうね、それで少しでも寂しさが紛れるなら。どこ行ってたんだよ。すっげー探したんだぞ。内緒。なんだよそれ。安心した。宝物発表会の時のエリック、すっごく暗い顔してたから。そうだ、まだお前の宝物を聞かせてもらってなかったもんな。え、見つけてないなんて嘘なんでしょ。言い出しっぺはエリックだったし。なんだ、バレてたのか。自信を持つのじゃ。騎士の人形？特別珍しいって感じでもないよね。どうしてそれが宝物なの？これはね、思い出なんだ。お母さんが誕生日に向こうの町に連れて行ってくれた時買ってもらった。あの時のお出かけが楽しくて。だから宝物でいいかな。ああ、そいつは立派な宝物だ。お母さんとの思い出が宝物なんて素敵。お母さん泣いてるの？ううん、ちょっと目にゴミが入っただけよ。うり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 。うわ、何するんだよ。なんでもじゃ。うり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 。やめて、恥ずかしいから。わかったじゃろ。
最初から劣等感を覚える必要などどこにもなかったのじゃ。そうだね。大切なのは何が宝物なのかではない、宝物だと大事に思えるそなたの心じゃ。その尊い心をつまらぬことで曇らせてはならぬ。うん、わかった。良い返事じゃ。もう冷たい雪の中に捨てたりしてはならぬぞ。良いな。お、それじゃあ今日は帰って早めの夕ご飯にしよっか。お姉さん、本当に息子がお世話になりました。元気にしておるんじゃぞ。うん、また羊さん触らせてね。ひとまずは万事解決じゃな。怒りや嫉妬は結果じゃ。元をたどれば原因は必ず別のところにあるもの。煩悩と向き合うならば慎重に相手の気持ちを見極めていかねばならぬようじゃな。我ももっと精進せねば。